最後の一歩で調整するように、僕とかよく、一歩のタイミングを合わすときはスキップしてるんです。スキップ。チャオ。元プロサッカー選手の宮原直樹です。今日はね、前やった、ホップするキックっていうのを徹底深掘りして、まあデモンストレーションを含め、みんなにね、分かりやすく、どうやって練習した方がいいのかなっていうところも、教えていきたいと思うので、これめちゃくちゃ重要。このキックね、まあ中学生、まあ小学生でも必要なんだけど、小中高大人、誰でもやっぱこれを使う。まあプロではね、やっぱりもう 40m、50m、それぐらいのキック使うときにもう、必要な技術だからね、みんなこの徹底深掘り、よく見て、一緒にね、やっていきましょう。じゃあそのホップするキック、まずさ、回転の質っていうのを前回も言ったと思うんだけど、じゃあトップスピンじゃなくてボール落ちるようじゃなくて、もうどんどん伸びていくね。さあスライス、このバックスピンだ、バックスピン、いい、バックスピンかけれるように、ボールを蹴りたい。じゃあこのキックで重要なのがコンパクトに蹴るってこと。いいですか、コンパクト、いい、コンパクトに蹴ると、この回転がまあかかりやすくなるよ、綺麗にね、いい。じゃあまずは最初、じゃあそのコンパクトに、蹴る練習方法っていうのをまあやりましょう。いいですか、この練習方法ね。まずコンパクトに蹴る練習方法は、ボール僕左利きだから、左手で持って、で左足準備して、でキックの方がすごいポイントなのが、ここのさ、ワンステップ、ここのワンステップで、かなりなんていうかな、ボールの精度が良くなります。いいですか、例えば助走してんだけど、最後のワンステップでこう合わせることによって軸が安定して、いいキックの精度っていうのがどんどん、どんな種類もそうなんだけど、カーブかけてもいいし、まあ、ホップするキックでもいいし、ね、この最後の一歩がすごいめちゃくちゃ重要。いい、これをもう頭に入れてください。じゃあこのボール投げるのもいい、まあ、左足こうやってもうあらかじめ前出してよ、左手で、いい、で一歩を出して、これをショートバウンドです。いいですか、ショートバウンド、上のボールじゃなくて下から上に上がってくるボールを上から下で叩くっていう位置。 OK、 上の上がってるボールを叩くんじゃなくて、下から上に上がってくるとこを叩いてあげる、ね、まずはこのコンパクトに蹴る練習っていうのをやっていきます。いいですか、これ一歩じゃなくて二歩三歩って言ったらこれ練習にならないから、いい、一歩投げる、左手でね、難しいかもしれないけど、これ一歩投げて上から下に、今みたいにコンパクトに振るっていうことで、当てるとこね、インステップ、この硬いとこ、硬いとこで当てたいから、ちょっと状態をやっぱ寝かせることがすごい大事よね。よ、一歩ね、一歩でしっかり斜め、まず入り方ね、結構入り方もうこっち斜め、まっすぐじゃなくて斜め、いい、で最後蹴りそうな時にさっき寝かせるってことを思い出してね、真正面に向けるように体を、調整してください。これすごい大事、最初はこっち斜めでいいよ、斜めでいいんだけど、上からそう、ああやって浮いてもいいからね、まずはそうやってバックスピンのね、回転かけれるようにしましょう。 OK、 コンパクトに蹴ると今みたいにバックスピン回転かかるからね、上から下に、今みたいにバックスピンかける、しっかりこの時だから一歩でグッて踏み込まないと寝かせれないし、上から下に振り切ることもできないからね、いい、叩きすぎね、今のは叩きすぎちゃうと今みたいにボールこうやって弾んじゃうから、いい、それもだけどいっぱい失敗していいよ、全然、いい、上から下に今みたいにかかること、 OK、 上から下に、ああいう回転でもいいよ、少し当たるのがなんていうかな、結構長いとああやって回転かかんない時もあるけど、けど全然 OK、 いい、めちゃくちゃ回転かけなくても全然いいよ、
まずはこのバックスピンね、蹴れるようにコンパクトにやっていく、コンパクトにやっていく。で、近い軸足の置く位置すごい大事。近すぎるとめちゃくちゃ窮屈になって蹴っちゃうから、この軸足の置く位置ねっていうのを何気ないんだけど意外と広めの方がバックスピンでこの蹴り方は蹴りやすいかもね。まあ一人一人ね体格差とかいろいろやっぱ違うと思うけどね、体の大きさだったりね、まあ自分に合ったとこポイントっていうのは早く見つければこの、キックめちゃくちゃ上手くなるから OK。 これもどんどん練習して、で今みたいに回転が本当バックスピンのように綺麗になったら、じゃあ次のステップいきましょう。 OK、そしたら今みたいにショートバウンドでうまくねこうやってバックスピンかけるようになったら、もうあとは下に置いてちょっと練習しましょう。いい、下に置いてまあまた蹴るんだけど、まあ一緒だよね、結局はボールさっき斜め出した時のように角度もう作っちゃってあげてください、体のね。いい、でやっぱさっきよりも寝かせないとね、ショートバウンドちょっとだけ浮いてるじゃんね。じゃあこれ浮いてないよね、じゃあそれを蹴る時ってもうちょい低くしないと多分コンパクトに振り切れないし、上から下にこうやって、ね、膝下振り切れないと思う。でもうポイントね、もう最初に言ったようにもう棒で蹴る人は絶対これ蹴れないから、いい、膝下を曲げてちょっと伸ばすっていうことをできないとこのキック蹴れないです。でまあなんならカーブとか、いい、カーブとか他のアウトサイドキックするときもこの膝下をうまく曲げれない選手はうまいキックできない。いい、まあここを意識してください、膝下曲げて、そしたらあと足首の角度もね、これねちょっと縦にやるとつま先当たっちゃうから、いい、外にちょっと開いてあげる、ね、もうキックってめちゃくちゃすごいね細かい技術が凝縮されてるからまあ難しいんだよ、ね、まあ難しいんだけどこれを習得すればめちゃくちゃいいプレーどんどん増えてくるからちょっと頑張ってやってみよう、ね、OK？ じゃあはい置きます。でさっきと一緒、角度は一緒ね、まあ取ってもいいです。最初はこっち向いてても最終的にはまっすぐ入れば全然問題ないから、 OK？ でさっき言ったように一歩ね、最後の一歩で調整するように、僕とかよく、一歩のタイミング合わすときはスキップしてるんです。スキップね、スキップして、踏み込んで、しっかり踏み込んで、まあ蹴るようにしてる、 OK？もう一回コンパクトにアウトに、コンパクトに上から下に振り切る。で回転もよく見てね、自分の回転、自分の回転よく見てよ、ちょっと角度が甘いとインサイドつま先に当たるからカーブしちゃうからね、結構それちょっと気をつけてください。当てる、ボール伸びていくようにね、 OK。 でああやって今みたいな距離で、しっかり当てることができれば、まあさらに伸びていくのもロングキック、ミドルパスからロングキックになるから、いい、まあそれもちょっと見せようか。全然落ちないよね、軽くしか蹴ってないんだよまだ、ね、けど軽く蹴っていいとこインステップで当てればどんどん伸びていくから、であと当てるとことその蹴り感のとこだけめちゃくちゃ注意してやってみて、やるとやっぱ全然落ちないよね、いい、でもっともっと力加えていくとグンってもっと伸びていくから、あの踏み込むときに今の子たちって結構ベタ足なのね、ベタ足ね、ベタ足かかとからこうやって踏み込むときにつく人ってめちゃくちゃ力入りづらいんだよね。けど踏み込むときにこうやって最初つま先からっていうか母子球ってわかる、母子球みんな
ちょっと調べてみて。Google でもいいからさ、いい？母子球の場所意識して。ここで足つくときに母子球で踏んで振り切るとめちゃくちゃ力入るから。いい？母子球。これをうまく使える選手はキックだったり他の動き出しだったり、すごいサッカーにおいてめちゃくちゃ有利です。いいですか？だからこの母子球使えない選手、逆に言うとサッカー上手にプレーできないか。いい？っていうぐらいめちゃくちゃこの力の入れ方ってすごい大事だから、いい？かかとからこうやってなんかいる選手もいるんだよ、こうやってトトーンって、じゃなくて前からトトーン、前からついてあげる。でそのことによってめちゃくちゃ力入るから、じゃあ体勢さえ良ければうまく振り切れるよね。いい？まあこの踏み軸足っていうのはすごいね、僕もスクール生とかよく見てるけど、まあ結構キックにおいて、みんなが難しいとこだと思う、力が入んないとこだと思う、ね、じゃあしっかりこういうことも、プラスアルファ、意識してやればやっぱキックの面ってめちゃくちゃ良くなると思うから、ね、今のをしっかり反復反復反復して、ね、プラス、考えながら反復するよ。これがやっぱり自分の技術を、上げることってすごい大事だと思うから、もうみんなね、暑いけど最近ね、暑いけど水分補給もとって自分のスキルを磨くために、頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録または高評価の方よろしくお願いします。